はい、今ですね、セルビアの首都のベオグラードにいます。ベオグラードね。で、ベオグラードのね、テスト駅があるんですけど、テスト駅っていうのがここです。本駅があります。で、前に見てる建物が、ベオグラードのテスト駅でございます。まあ、鉄道で来る人はね、ここ利用すると思うんですけどね、バスで来る人は利用しないと思います。ただまあ、バスターミナルとね、本駅行ったら隣同士なんでね、まあ必ずバスで来た場合もね、まあ近く通ると思います。で、これが駅の周辺。本日2014年の8月のね、4日月曜日です。まあ、こんな感じで見てます。正しい、結構ね、人が多いです。人口を地域合わせてベオグラードの人口がね、170万人ぐらいですからね。